日南市北郷町にある広戸ダムレイクサイド公園プール。大自然に囲まれたこのプールには連日1000人ほどの家族連れなどが訪れています。中でも人気なのは山の斜面を生かして作った落差およそ10メートル、全長70メートルのスピード感あふれるウォータースライダー。そしてこのプールの特徴が水温。近くを流れる広戸川から水を引いているため、その水温は23度から25度とやや低めなんです。周りのプールより全然違います。冷たいです。気持ちいい。冷たい冷たいって言って喜んでました。寒くて歯がガタガタする。寒かったけど気持ちよかったです。お盆も終わるってことで最後プールで締めようと。この屋外プールは今月24日まで毎日オープンしています。